公共曲第6番、コッツウォルド公共曲作品109は、デリク・ブルジョアが1988年に作曲した、還元楽のための公共曲。後に作曲者自身の手で、吹奏楽にも編曲され、2000年に作品109ビットとして出版された。グロスタシャーの主要都市の一つである、ストラウドでの採点用の移植作品で、グロスターシャー州などにまたがる。 丘陵地帯であるコッツウォールズを表現した作品。この曲は主に田園風景を表現している。作曲者であるデリク・ブルジョアは、ストラウド祭典の理事の一人である、モーリス・ブロードベントと曲の構想を練っていた。しかし、曲の冒頭をどうするかを決めかねていた。そんな折、デリク・ブルジョアはモーリスに、祭典の会場近くにあるイングランド西部のセバーン川の川口付近まで、 展望できるほどの高い丘へ連れて行ってもらった。当時そこは霧の立ち込める秋であったが、その丘から展望できる壮大な景色を見て、ふっと冒頭の音楽がひらめいた。この曲は6つの楽章によって構成されているが、各々の,の楽章は切れ目なく演奏される。演奏時間は約35分。パストラールメイポールローマ軍の更新協会の鐘、古い町。 グロスター州称、パストラール作曲者ブルジョワにとって、二長調は、自然、田園風景を想起させるものであるため、曲中の特に主題で多用している。霧のかかった、グロスターの警告を表現している。不協和音から始まり、揺らめくような曖昧な旋律が奏でられる。この曖昧な旋律とは、対照的に、最初は恐る恐るではあるが徐々に、明確な旋律として、 二丁丁の旋律が現れる。この旋律は曲の主題であり、各楽章で様相を変え何度か現れる。イギリスにあるメイポールダンスを表現している。ぐるぐる回る、飛び跳ねる踊りを意味する。楽章の始まりは、八丁丁で華麗な主題が軽快に演奏され、徐々に壮大な旋律となる。しかしその陽気な雰囲気は突如、不愉快なものに変わり騒がしくなり、 次の楽章へ続く。テンポの遅い、この楽章には、田園の風景はなく、その風景を横切る冷酷なローマ帝国の軍隊の行進を表現している。低音によるぎこちない旋律から始まり、その旋律を受け継ぎ、様々な楽器で同様の旋律が奏でられるようになる。徐々に騒がしく力強くなり、中盤でこのぎこちない旋律が終わり、一変して、 行進曲風の旋律が現れる。しかしあくまでも、冷酷な雰囲気のままである。この楽章の終わりは、再びぎこちない旋律が高音楽器で奏でられるが、その後雰囲気は変わり、徐々にテンポを上げて、次の楽章へ繋がっていく。この楽章の副題、アズシュアーズ・ゴッツ・イング・グロースターシャーは、イギリスの作曲家、詩人であるアイバーガーニーの作品からの引用である。 副題の通り、この楽章は、儚い旋律が奏でられる。ベル、クロッケンシュピール、ピアノの大きな響きが三拍子でこの楽章の主題を奏でる。この主題は、ディック・ウィティトンのおとぎ話に出てくる教会の鐘を、想起させる。楽章中盤では、鐘の音が鳴りやみ、静かにこの曲の主題に引き戻されるが、あくまで静かなままである。その後の短い静寂の後、 次の学章へ続く。この学章は、ブルジョアがアイバーガーニーの以下の死から受けた印象をそのまま表現している。この学章は、様々な旋律が現れ、複雑な構成になっているが、基本的には軽快で幸せな雰囲気の旋律が奏でられる。学章が展開するにつれ、徐々に行進曲風の雰囲気に変わるが、ローマ軍の行進とは、正反対の 堂々と落ち着いた様相で、イギリスの伝統の特徴が表現されている。この行進曲風の旋律が展開されるに従い、ノービルマンテという単語が頭に浮かぶ。楽章の終わりには、行進曲風の旋律が終わり、主要主題が演奏されて、次の楽章へ進む。田園風景を表現した終局。パストラール、夜明けと同じ旋律が再び現れるが、 ここでは曲の終わりにふさわしいダイナミクスで壮大な様相となっている。さらに、ローマ軍の行進と似た戦律が現れるが、華麗な二丁調,調で堂々と表現されている。作曲者の公式ホームページに示されている編成は以下の通り、不明不明一般的な吹奏楽曲に比べ曲が長くかつ相当な演奏技量を要する。特に金管楽器は、 幅広い音域を演奏できる必要があり、さらには極端に低い音、高い音で音量も要求される部分が多々ある。旋律は音域だけでなくリズムであったり表現であったり、技術的にかなり難度が高いものが多い。オランダのハファブラミュージックから出版されている楽譜での編成は以下の通り。不明楽譜を出版しているハファブラミュージックよりノルベールの自意識、 ギーデ公共吹奏楽団による演奏が収録された CD が発売されている。また、日本国内での演奏としては、木村義弘式、フィルハーモニックウィンズ大阪による演奏が収録された CD が発売されている。ありがとうございます。